マスヒロのうまいのなんの。うまいのなんののマスヒロです。今回はピッツァでやります。ピザではなくピッツァ。実を言うとスパゲッティもピッツァもですね、アメリカ経由で日本へ入ってまいりました。本物のスパゲッティデュラムセモリナコっていうのも 100% で作るんだっていうことを知らなかったもんですから、日本を本当にあのセモリナの香りがするスパゲッティを食べたのは本当にまだ50年経ってるか経ってないかぐらいじゃないかなと思うんですけども、スパゲッティと同じようにピザがアメリカ系、つまりアメリカに移民に行ったイタリアの人たちが自分たちのふるさとの味だって言ったものを食べてた、それを日本に持ち帰ってきてピザってなったんで、有名なチェーンシェイキーズもニコラスも昔ありました。それをですね、やっぱりイタリアから直輸入、本場ナポリのピッツァはこんなに素晴らしいよっていうものを伝えた人が1990年代半ば2人いたと思うんですね。1人はサルバトーレ・クオモさん、もう一方が、今セイリン館というピッツァハウスをやってます柿沼さん、中目黒にあるんですが、その90年代の半ば、柿沼さんが開かれたお店はサボイという名前がついてまして、ドラムスの、写真が買って、音楽となんでピッツァと思って、いたらですね、お話これから聞く中に出てまいりますが、実を言うとミュージシャンだった人がピッツァ用のつまりピッツァ職人に転身したっていうお話なんですが、今はサボイのあったお店のほぼ向かい側にセイリン館、ハリウッドのことを聖なる林で当て字で、店内に入りますと昔はジャズだったんですが今はビートルズの曲がずっとかかる、ビートルズの楽までかけてあるようなお店なんですが、なんと、メニューは2品しかない、他のサラダですとかいろいろあるんですが、マリナーラとマルゲリータと、このなぜ2種類しか作られないかっていうのをご本人の柿沼さんにお話を伺ってまいりました。どうぞお聞きください。うまいのなんの。おー、早い。2分かかんない。いいねー。どうやって食べるのが一番いいですか？いや、もう、これはもう切って、フォークで食べ、ナイフで食べても、手で食べても。はい。ね、こういう風にやってもらうっていうのは、本当はルールじゃない。そう、あ、まあ、多分、自分の方が、いいと思います。はい。おしゃべりするより何より。これ、トマトを平均にならさないのは、やっぱり柿沼さん流なんですか？そうですね、僕はあんまりこう広げたりはしない。しない、はい、はい、いただきます。うん、すごい。昔からこうですか？もう変わってきた。僕ももう今年で28年目なのでいろいろ変わってると思います。はい。ここの部分は何て言うんですか？コーチョネというんですけども、そこは実は非常に難しくて、その土手をこう大きく作ろうとすると非常にこうやぼったい味になってしまうんですね。こうわざとらしくて、いかにそれをわざとらしくじゃなくて、しょうがなくそうなったというようなことで作りたいとは日頃思ってるんですけども、やはりそのわざと作ろうとすると本当にこうやぼったくてこう重たい感じになっちゃうんですね、不思議なもんで。このピッツァの大事な部分を担ってる、はい、そうですね、一番大切ですね、はい、一番大切の一つ、はい、ソースも、まあ、上に乗っかってるそのチーズとかもそうなんですけど、結局その僕がその調理をするんではなくて
調理をするのはこの釜なんで実は、うん、なるほど。僕はもうただ単にそう、うん、ガイドをするだけなんで、こうだからわざと広げたりしないで乗せて乗せて乗せて、で、はい、調理してくださいっていうような感じです。うん、やっぱり焼きたてでここで食べるのが一番ですね。そうですね、あの大体皆さん舌をやけどしますけど舌をやけどしますね僕熱いのは結構だね。うまいのなんの。はい、精林館の柿沼さんにお話伺います。はい、もうさっさといただいちゃいましたけど、はい、28年前っていうと、はい、1995年ですね。95年、はい、ですよね。はい、そうするとちょうどその頃はまだみんながピザ、はい、ピザって言ってた。そうですね、あの まだそのナポリというよりもそのイタリアといってもミラノとか、うん、北の方でやられてるそのピッツァ そのもっと薄くて、うん、パリとしたのが主流でしたね。うん、っていうよりスパゲッティもそうだけどアメリカ経由で、はい、日本に来てるとピザってなって、はい、やっぱりピッツァっていうのは違うかなということを本当に最初のところで教えてくださった一人が柿沼さんだと思うんですけど、はい、お店はここではなくて斜め、はい、そうちょうど向かいでしたね。向かいでした、はいはい、のまあ、店名もサボイっていう名前で、はい、なぜサボイってつけられる。サボイはもうこれをのお話しすると1時間ぐらいかかっちゃうんですけども音楽の方に、はい、まあ、あのその音楽です。そうです、音楽の方のサボイから来た、うん、はい、でなんか上にドラムスがありましたね、確か飾って、はい、ありました。僕がそうすると95年から、はい、そんなに遠くない時期に伺ってですよね。はい、そうなんですよ、服部先生と一緒に、うん、そうでした見えてその時ちょうどうちと、うん、あのサルバトーレさん、うん、まあ彼とはもうずっと前から知り合いだったんですけど同時期なんですよ、うん、同時期なんですよね。はい、どこからまあピッツァがそうなんですよ、ね、今の時代を迎える、はい、ことなんですけど、しかもあのサルバトーレは、1995年の4月1日です。で僕が あっちが4月1日かじゃあ僕出そうって、ね、僕が4月20日になったんですよね。あ、そうなんですか。はい、ちょうど僕が1年前にナポリに行った時が4月20日だったの でそもそもそのピッツァ職人になりたいと思って柿沼さん行かれたわけじゃないんですよね。はい、違いますね、元々の理由は、まあ、イタリアの女の子を追っかけてたっていうのが初めなんですけどもまあそれからまあピッツァを知って一番初めにそのピッツァを食べた時に懐かしい味がしたんですよね。懐かしい味、懐かしい、その美味しいとかじゃなくて懐かしいと思ったんで、まあ、それがあったんで、それでまあ僕がその自分で何かお店をやろうかなと思った時にその自分が好きな音楽が懐かしかったので懐かしい音楽と懐かしいお料理を合わせたら面白いんじゃないかっていうだけの話。それがこういう、そうですね、あのビートルズもまあこれは母親の影響なんですけど、もともと僕はもっと昔のスイングジャズの時代の音楽が好きだったので、はい、ではまあそこでやってみんな物珍しい時代からそうですよね、ピッツァは本当に普段にいただけるごちそうになってきたじゃないですか。はいはいはい、はい、それでこちらに移ってこの釜は何でできてるんですか。これあのこの建物もこのピッツァの釜のために作った建物でピッツァのために作った建物でこ あの建物にそのピッツァの釜がもうくっついちゃってるんですよ。もうイボのようにここそれから派生してるんですよね。そのための建物であってそのための釜で最初の頃から未だに焼いてるのは柿沼さんです。そうですね、まだメンバーはいるんですけども、うん、まあ一応まあ僕が主体としてやってるんですけど、はい、ただ僕ももうね65歳ですよお互いだ、はい、もうやっぱりねそろそろこうね譲っていかないとっていうふうには考えてます、ね、はい、でもやっぱり手仕事っていうか今食べてる時におっしゃいましたけど、はいはい、自分はなんか釜が作ってくれるお手伝いをしてるって。そうなんです、もうそれはやっぱりこうやっていけばやっていくほどその自分の 役割分担っていうのがだんだんはっきりしてきて、うん、本当にこう道案内というかここからここまでを橋渡しをすればいいっていうような形になってますね。だから自分が何かやってやるぞとか作ってやるぞとかやってやるぞっていう気持ちがどんどん引いていく。そうです、だからより釜が、うん、あのやりやすい仕事を提供するっていう感じになっちゃいますね。一番この人が一番あのいいんです、はい、優秀なんで。優秀ですか、はい、ずっと優秀ですか。そうですよね、はい、それで機嫌を損ね木はもうずっと初めから奈良ですか。そうですね、多分あの供給されるのが奈良ということもあると思うんで、ただやっぱり一番近いやすいと思います。ああ、そうなんですか、はい、火力とかそういうものですね。そうですよね、調節しやすい、はい、
でやっぱり毎日同じものだから僕この間もちょっと伺った時にあれ影山さんのマルゲリータってこんなだったかなと思って随分やっぱり しばらく伺わないうちに変わりますね。どんどん変わります。だからもう料理そのこともそうだと思うんですけど所詮は人間が作るものなので、うん、その人間の感情に左右されると思うんですよね。だからあこの人今日なんかしょっぱいからちょっと怒ってんのかなとかなんか多分そういうような全く同じものは逆に言うとできない。逆にそれを楽しんでいただけるような人がいたらいいなと思います。だからいつも同じだったらそれこそもうファミレスと同じになってしまうので、初めが作ったのを火に入れて出したっていうだけではつまらないんじゃないかなって僕は思うんですけど、なかなかね今の時代そういうこう余裕を持った食べ方だったらなかなか難しいかな。でピッツァ以外に、はい、まあ、前菜みたいなものは影山、はいはい、さん前から出されてたけど、はいはい、ピッツァは2種類しかそうですねやってらっしゃらない。本当はもう種類あるんですよ。 あるんですか。隠れメニューがあったんですけど今だんだんその隠れてなくなっちゃって前にできた、はいはい、それにこう限定してる理由は何か。やはり原点が2種類から始まったので、うん、まあ、僕としては最終的にはその2種類だけで終わりたい、うん、2種類で始まって2種類で終わりたいというのが、その2種類っていうのは何か意味がありますやっぱり。そう、あの元々マルゲリータとマリナーラなんですけど、マリナーラの方が本当のピッツァの原点、原点、はいはい、でその後にそのマルゲリータ女王のピッツァということでできたので、うん、そうですね、その過去という理由はないんですけど、うん、やっぱりいろいろやってみても、はい、その2つに戻っていっちゃうみたいな。そうですよね、うん、ただ僕の場合はこの2種類しか作ったことないので、ね、他はできないのが実は本当のことで。そうなんです、はい、以前あのうちの娘が小学校の時ありましたね、サボりの子やりましたね、はい、もう未だに忘れられないだと思うんですけども、はい、またあの娘が帰ってきた時にでもそうです、ね、あの食べさせて分かりました伺うかも分かりません、はい、分かりました。その時にまたよろしく、はい、よろしくお願いします。おいしくいただきました。ありがとうございます。うまいのなんのおいしくいただきました。本物のナポリ直送のピッツァをいただいたことがない人まだかなりいらっしゃると思うんですが、ぜひぜひこの聖林館へ伺って複数の人数で2枚いっぺんに同時に取るんじゃない、1枚ずつ取っちゃ食べ分けて、もう焼きたてを3分以内にできたものを3分以内で食べる、これが鉄則であります。一足お先に美味しくいただきました。